る。守備の陣形が変わってる。やっぱサル君じゃ俺の相手になんねえな。くそーが、ありえない。パス失敗。一瞬にしてこの完璧な対応力、これが大会9連覇新竜ジナーガの実力か。せっかくここまで運んだのに。セナが、ユキさんが、みんながボロボロになりながら頑張ってるっつうのに、何やってんだ俺は。けど細川一休、こんな天才相手にどうしたらいいんだよ俺。どうしたら。ヒルマ先輩、逆転の手考えたっす。もうこれっきゃねえっす。どんな手だクソザル。超ロングパスをドーンと投げて、俺がバーンと取ってズドーンとタッチダウンでドカーンっす。みんな、なんて悲しそうな顔。そんなに追い込まないであげて、鈴奈ちゃん。おめえ、あの一球が相手なんだぞ。スピードもジャンプ力もおめえよりはるかにすげえやつに、どうやってロングパスで競り勝つ気だよ。しゃねえよそんなもん。けど俺が一球に勝たなきゃ、みんなでクリスマスボールには行けねえ。なら何が何でも勝ってやる。それしか言えねえ。理屈なんてねえ。本気で言ってんだろうなクソザル。俺は大口叩くやつは嫌いじゃねえ。ただし言ったからにはやりやがれ。パスターゲットはてめえ一人。35ヤード一発タッチダウンの超ロングパスだ。一球に競り勝てクソジャル。時間がない。もしこの攻撃でタッチダウンが取れなきゃ。なんとかしてみんな。下がり方、もしやこれは一か八かの巨大パス、天を仰ぐ山なりの球、試合の最後の最後で投げる神頼み、マリアに祈るヘイルメリーパス。お願いマンモンに取らせて神様。そんな神頼みの大博打通させねえよ。俺がこのサル君に競り負けるとでも思ってんのか。モンタ、やつが神頼みだと。知らなかったか、悪魔は神には頼らねえ。やあ！何？山狩りじゃない、エルメリパスじゃないのか。2人を極限の空中戦へと引きずり込む超低空のヘイルデビルパス。純粋なキャッチ力の勝負。モンタが取ってタッチダウンか、一球取ってとどめを刺すのか、一か八かの超ロングパスだ。ナイスパスマックス。ちょうどギリギリ届かすよ。サル君が届く距離ってことは、空中戦ナンバーワンの俺だって届くんだよ。てめえの誰にも負けねえっつうキャッチ力で天才一球をぶっ潰せ。モンタ、てめえが取れなきゃおしまいだ。取れ、いけ。
一球の方が有利だ。モンタはキャッチしなきゃならないが、一球は指一本でもボールに触れて弾くだけでパスは防げる。先にボールに触れたのは一球くん。一球、そのままボールを弾き飛ばせ。一球先輩、俺の仕事は空中戦で競り勝つことじゃなくてキャッチすることなんす。あんたが指一本で弾いたボールをそのままキャッチしてみせるっすよ。いや、それはないよ。残念だけど。インターセプト。惜しかったよ、今の空中戦。俺以外が相手ならサル君の勝ちだったかもな。でもキャッチの才能ナンバーワンはこの俺だ。キャッチの才能？俺は自分でキャッチの才能があるなんて一度も思ったことないっすよ。最初は距離感もわかんねえし、フライ一つ取れなかった。それでも俺はちょっとずつ分かってった。ぶつかんの怖くてもボールから目離さねえこと、ボールの動きに体のリズム合わせること、ボールの動きに。こいつ、いつの間に。なんでこんなとこにこいつの手が。ボール、ボールを。俺が取るんだ。なんでこいつ、縫い目を正確に。キャッチ、フラックス。モンタことライモン太郎、あの細川一球を吹っ飛ばし超ロングパス成功。本当にあの関東最強のコーナーバック一球さん相手に競り勝った。すげえぜ。おめえら少しボキャブラリー増やせ。でもほんとすげえ。モンタ君、ずっと言ってたもんね、キャッチだけは絶対に誰にも譲れないって。俺が病院で会った頃はまだただのルーキーだったのに。総合的な能力ではあくまで一球の方が圧倒的に上だが、ただキャッチングという一点において本人はまだ気づいていないだろうが、奴はすでに関東ナンバーワンだ。デーモンデビルバッツ35対21に追い上げる。ってことはあとタッチダウン2本で同点。うおー、ありゆり、すげー。いやー、これいける。2本ならいけるよ。ライモン太郎、モンタでいいっすよ。もうあんなふざけたパスは二度と通さない。もう一度言っとくけど、キャッチのナンバーワンはこの俺だ。ああ、今はそうかもしれないっすね。でも残り8分で一球先輩を超えて俺がナンバーワンになるっす。関東最強のコーナーバック一休さんがモンタをライバルって認めた。